藤澄香です。心を明るく朗らかにする魔法の簡単レシピを、お伝えしていきます。この詳しい、材料ですとか、作り方は後ほどお話の、後半でお伝えしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。あなたはですね、最近こんなことはありませんか？例えばこう朝起きた時にもすでにもう疲れている、もしくは新型コロナウイルスの影響でこう気分がこううつうつと、晴れない、もう何とも言えないこう不安感があるとかですね。でまたこういったこのストレスがかかったことでこうついつい食べ過ぎてしまって、こう自己嫌悪というですね、もう何もかもなんかこうもう良くなる気がしないという、こんなねマイナス思考に陥っているとしたら、それはあなたの腸内環境が悪くなってきているサインなんですね。このようなこう精神的なストレスがかかりますと、あなたのその自律神経がこうバランスが乱れてしまって、お体も冷えて、結果腸も冷えて、そのますます腸内環境が悪くなって、そしてそのことでまたあなたのその心のですね、心模様がですね、もうどんどんこう暗くなっていってしまうという、その負のスパイラルにこう陥ってしまうわけなんですね。ただいかがですか？例えばすごく不安になったり悲しくなったり、こうイラッときたりですね、そういったこう感情って、私もそうですけれども、なかなかコントロールできないですよね。そのようなこう感情ってやはりね、こう自然と湧いてくるものなんです。ただこれをこのまま放置しておきますと、ますますそのこうマイナス思考のこう負のスパイラルにこう入っていくのは嫌じゃないですか。では、どうすればいいかということなんですけれども、そのストレスや感情がコントロールできないとすれば、そのものと強くこう深く関わっている腸内環境、この腸内環境を元気に、良くしてあげることができれば、あなたの心も明るく朗らかでこう前向きに、こう何でもやってみようかなってこうね、チャレンジできるそのきっかけをこうご自分で作れるということになるんです。そのためにはやはり食べ物、食材ですね、選ぶ食材がとてもここで重要になってくるんですね。基本的にはおすすめは、別の動画でお伝えしておりますファスティングの準備期間、ですとかこう回復食期間ですね、時期に摂るその食べ物を、日頃から積極的に摂っていただければもう十分なんです。少しここでまたご紹介していきますね。まずは孫は優しいですね。こちらはこの食材の頭文字を取った、食品の言葉なんですけれども、まは豆類、ごはごま、夏系ですよね。わはわかめなどの海藻類です。やはお野菜、旬のものがベストですよね。さは、お魚です。しは椎茸、きのこ類、そして最後いは芋類ですよね。こういった食材がその1日トータルの中で取れてるかなとこうチェックする、そのリストの魔法の言葉になりますので、ぜひ日々のお料理作りにお役立てくださいね。あとはもちろんいいものを取るのも大事なんですけれども、その前提として、そもそも腸内環境を悪くするものを入れない、食べないということがですね、実は大事なんです。やはり悪いものを出さないといいものは入ってきません。ですからこういった農薬ですとか添加物、実は抗生物質といったこの薬害ですよね、こういったのも腸内環境をすごく悪くしてしまうんです。もちろん風邪をひいたり、その病気の時にですね抗生物質
飲む必要があるときはもちろんそちらが最優先なんですけれども、不要にそのしょっちゅう飲んだりとかですねしない方がいいということです。なぜならその悪い菌も、お薬が殺してくれるわけなんですけれども、お薬はその菌を判別するわけではありませんから、逆にそのいい菌も全滅ですよね。一気に全滅です。ですから特にこうお薬を飲み終わった後の、腸内環境はすごくその負担がかかっているわけですから、要は病み上がりの時にお口に入れる食べ物というのはもうとっても大事ですよね。その時にまたその、添加物たっぷりの食事をとってしまうと、もういよいよ風邪も治りにくくなりますし、悪化して、大きな病気へとこうつながってしまうきっかけにもなるわけですから、お薬は処方していただいた病院の先生や薬剤師さんのお話をしっかりその守った上で適量を取っていただきたいと思います。さあ、そしてまたプラスですね、腸内環境に負担がかかる食材をご紹介しますね。アルコールやカフェインです。こちらはその、プラスの面もありますけれども、取りすぎますと、自律神経バランス乱れる、イコール腸内環境を悪くする原因になりますので NG です。また高脂質高タンパク、お肉や卵なども食べ過ぎは注意ですよね。あとは精製食品、栄養を取り除いてしまった後の食材ですよね、白米、精製小麦、白砂糖、白い食べ物は要注意です。あとはもう常々先ほどお伝えしました、人工甘味料、食品添加物、トランス脂肪酸や、お薬という、こちらまとめた部分になりますけれども、こういったのを日頃からお体に入れないようにしながら、プラスいいものを取ってあげることで、そのあなたの腸内環境はそのどんどん整っていくわけですね。さあ、では、ここでいよいよお待ちかね の魔法のレシピのご紹介に入りたいと思います。でその魔法のレシピの守っているその食材の力がありますから、とそのお話を加えながらレシピをご紹介していきたいと思いますね。あと失礼します。まずはですね、4つあります。発酵食品、水溶性食物繊維、オリゴ糖、 EPA、DHA と。まずは皆さんこの4つをですね、上手に日頃のお食事にこう取り入れていっていただきたいですね。で最後はその魔法のレシピのご紹介をいたします。まず一つ目、発酵食品、代表的なのは、日本食ですよね、納豆ですとかぬか漬け、あとはキムチもそうですし味噌ですよね。あとはヨーグルトも代表的だと思うんですけれども、この時のヨーグルトはぜひ温めて召し上がってください。冷たいままですと腸が冷えてしまって蠕動運動がうまくいきませんのでお気をつけくださいね。そういった発酵食品はその腸内の善玉菌をますます活性化、元気にしてくれるその元になるんです。では2つ目です。水溶性食物繊維、代表的なのはわかめであったりですね、要は海藻類ですね。で私も日頃玄米に混ぜていただくようなもち麦もこの食物繊維の方にも豊富に含まれておりますから、そういったのを上手に日頃 の、ご飯に混ぜるといいと思うんですよね。でそういった食物繊維はもうズバリ善玉菌の、餌になってくれるということで、腸内環境をそのますます整えることに働きかけてくれるわけです。では3つ目、オリゴ糖です。で代表的な食べ物はですね、バナナですとか蜂蜜もそうですよね。で私は娘と手作りおやつ作る時の糖分はお砂糖ではなくて蜂蜜を使います。そういった形でその上手にオリゴ糖を気軽に取れますし、先ほどのこのヨーグルトにもホットヨーグルトとして混ぜていただくのもいいと思うんですよ。また実は玉ねぎもこのオリゴ糖が豊富ですから、こういったお野菜系でも取れるわけです。でこのオリゴ糖は実は乳酸菌の餌に
なるわけなんです。ですからここでこうますます善玉菌が喜んでですね、こうどんどん増えてくれる、まあ、お手伝いをしてくれるんですね。では最後4つ目、 EPA DHA と、まあ、よく耳にされると思うんですけれども、まあ、代表的な食べ物としては青魚ですよね。ここはあの皮ごといただくともっとよりあの摂取できます。おすすめです。でまたあの油ではの甘煮油をですね、あの取られると、まあ、こういった要はその腸の炎症を抑えてくれるものですから、まあ、ますますここで善玉菌をこう増やしていけるという、まあ、お手伝いをしてくれる食材4つでご紹介いたしました。あの日頃からねこういったのを上手に取りあの入れることで、あなたの腸内環境がこうますますピッカピカに綺麗になってですね、結果あなたの心が明るく朗らかに、なるということです。ではお待たせいたしました。ここでおすすめの、魔法のレシピご紹介していきます。まず材料ですね。材料があります。4つです。この4つ、じゃじゃん、塩麹納豆です。これはですね、あの別の動画で以前私があの塩麹を手作りするあのお話動画でご紹介しておりますから、今回その塩麹の作り方はあのちょっと省かせていただきますね。あのもしお知りになりたい方はその別動画で塩麹の作り方あのご覧ください。とっても簡単です。では、塩麹の材料です。納豆 150g、まあ、ほぼ納豆こう普通のサイズがこう3パック程度ですね。塩麹が30〜50g で、こちらの手作りをお出来にならない方はあの、まあ、市販でも売ってますけれども、ちょっと塩分がですねあの強い場合があるかもしれないので、この量はそのお好みで調節されてください。次、玉ねぎ、ここはしっかりみじん切りを4分の1個ご準備ください。最後に生姜は皮付きのまま、ここがポイントですね。あのよりこう血行良くしていただきたいので、まあ、ぜひ皮付きのままを、千切りしっかりしていただいたものを1かけご準備ください。たったこれだけです。で次は作り方に移ります。これがもう超簡単です。以上この材料を密閉の容器に入れていただいてよーく混ぜます。以上です。もう簡単なんですよ。でこの混ぜたものをですね、しっかり蓋をした状態で冷蔵庫に一晩寝かせてあげてください。そして完成です。で食べ方はですね、もちろんこのままあの普段の納豆のように、まあ、ご飯にかけて召し上がってもいいんですけれども、まあ、量は1日、まあ、納豆1パック分ぐらいが目安ですね。で私もこのままいただくこともあるんですけれども、まあ、よく取り入れますのはあのお味噌汁にそのままポーンと2さじぐらいですね入れて溶かして、そのまま美味しくこういただいたりですとか、まあ、ちょっと温めた温豆腐にこうかけてあの召し上がってもすごくね美味しいです。であのだいたい日持ちはですね、冷蔵庫でこのまま、まあ、3日間ぐらいは持ちますので、あのね3日も持たずにしっかり私は食べてしまいますけれども、美味しくてあのだいたい3日間ぐらいは持ちますから、あのただ保存には十分お気をつけください。さあいかがでしたでしょうか。もうこの材料全部ですね、その腸内環境が喜ぶ、しかもあの腸を温めてですね、血行がますます良くなって、もうその結果あなたの心が、明るく朗らかにあのなりますように応援しております。でまたお話の途中にこうファスティングという言葉が出ましたが、このファスティングにご興味がおありの方は、こちら詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、そちらを、ご登録後直接こう私まで皆様メッセージご相談いただいておりますので、あのご活用ください。また、このお話をこう繰り返しご覧いただいて、あなたとそして大切なご家族のためにもぜひぜひお役立ていただけますと、もう嬉しいです。また、この動画のお話が役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンと
チャンネル登録をよろしくお願いいたします。